だからもし誹謗中傷で党員が減るんだったら、その倍の数党員を増やす。それで、たとえ僕が議員辞めちゃったとか、ね、ボードメンバーが辞めたとか、そんなことがあったとしても、皆さんそれでショックを受ける必要はありません。給食にはコオロギが出ますよ。コオロギこの間食べたけどね、ちょっと美味しかった。賛成党の部屋。それは、先ほど山本さんが、外国資本に土地買われてますよ、というふうに皆さんにお伝えしたでしょ。っていう声上がりましたよね。こういう皆さんが本当は知っておくべきなのに知らされていないこと、それを皆さんに伝えるっていうことを我々今一生懸命やっています。そうすると皆さん、それはまずいなと、おかしいなと思うでしょ。思うところから始まるじゃないですか。今の政治ってそれを思わせないようにしてると思いませんか。ね、肝心なことが伝わってないでしょ。ね、こと一つ取ったってね、のプラス面だけは伝えるけど、マイナス面全然伝えなかったじゃないですか。だんだん出てきましてね。今、週刊新潮なんかが、今週も出すのかな、また書いてくれるみたいですね。先週のも書いてあったし。不都合なデータがたくさん出てきています。でも、政府は言わないし、マスコミも伝えてくれない。それじゃあ、みんな政治に参加できないじゃないですか。おかしいこといっぱいありますよ。なんで日本人だけこんなにちゃんと働いてるのに給料上がんないんですか。なんで日本の政府は外国に土地を売るんですか。なんで日本の企業はこんなに株を買われてるんですか。おかしなことがいっぱいあるのにそれが気づかない。でも定点で見ていくとわかるんですよ、おかしくなってるって。で、仮説が立てられますよね。これ言いすぎると、また、Q&A だなんだって、アンポンタの人が言い始めますけど、僕らはそういう決まった説によって何か言ってるんじゃないんです。分析しましょうって言ってるんです。そしたら、ね、日本政府がなんで日本国民にとって良くないことをずっと放置してるんだろう、もしくは進めていくんだろうと、なると、外圧受けてるんじゃないのというふうに推測はできるじゃないですか。じゃあその外圧って何って、アメリカの政府なの、Q&A の政府なの、それも外圧もあるかもしれないけれど、でも一番わかりやすいのはお金による力ですよ。お金の影響でいろんなものを動かされてるんじゃないですか。あ、すいません、ちょっと人が多すぎて通れないみたいなので、ちょっと半歩前に皆さん出てください。ありがとうございます。誘導の方もありがとうございます。はい、あ、例えばね、まあ話ばっかりって思うかもしれないけれど、まだ今パスポートの話は出てますよね、20で。ね、そんなの我々国民に周知されてます？そういう話が海外でされてるっていうことを。CO2 はどうですか？これだ、27ってありましたよね。あれで、これから本格的に行動に移すとかっていう決議がされてるんですよね。そういうのも報道されてない。CO2 の問題、の問題、経済の問題。ね。全然我々が、議論にも参加できてないところで物事が決まって、気がつけば、もう決まったことなんでって言って、国内で法律が作られる。それが我々にプラスになるならいいけど、マイナスになることが多い。ね。そういうことを教えてほしいじゃないですか、皆さん。議論したくないですか？したいですよね。そうやって議論させてくれるきっかけをくれれば、日本人はバカじゃないから、ちゃんと言ってくれればみんな話し合うわけですよ。でも知らされないと結局無関心で、で気がつけばどん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 状態が悪くなっていく。ね。で、経済が悪くなって入ってくるお金が少なくなれば、まあ、稼がなきゃってなるから労働時間を増やすしかない。ね。子供も生まれればその分稼がないといけないってなって、もう日々の仕事、ね。お金を稼ぐための仕事にいっぱいいっぱいになっちゃう。ね。で、それで体を壊せば医療費が大量にかかる。もちろん国の保険はしっかりとしてるけれども、手厚いけれども、でもそれでもやっぱりお金がかかってくる。じゃあなんでこんな日本人が病気になってんのか。ね。なんでこんな日本人が増えてんのか。そういったことも発信されてるんですよね、海外では。食べ物です。どういうものを食べるかです。就活、生活習慣です。だって戦前はなんか少なかったんだから。戦後の食生活の変化が増加を生んでるんでしょ。
それがちゃんと言ってもらえれば、ファンになりたくなければ、食生活改めていけばいいんじゃないんですか？そうですよね。それも教えてくれないんですよ、政府が。マスコミが。そうそう。だから、国民はバカじゃないのに、バカにされてるんです。情報がないから。それが悔しいんですよ、僕は。だからそういったことを一生懸命発信をしています。そして皆さんに考えてもらって、さっき向こうでも言ったんですけど、政策も含めて一緒に考えましょうって言ってるんです。それをやっていかないと、本当に日本はダメになる。そしてダメになった月を払うのは一般庶民なんですよ。コントロールしてる人たちは、うまく自分たちは逃げてきますから。それが嫌なんですね。だから、情報を操作し、コントロールし、そしてお金をうまく稼ぐ人たちの考えていることをしっかり理解し、戦おうっていうんじゃなくて、彼らが好き勝手できないように我々もちゃんと声を上げていこうって言ってるのが参政党なんですよ。どうも。それだけなんですよ。でも、参政党今少しずつ大きくなって、今回ね、山本雄平さんと、あと、五十嵐正雄さんっていうのがですね、今、同じこのタイミングで、西東京というところで戦ってるんですね。この対勝と11連勝なんです、市議会議員。いや、本当にこれはね、各地の党員さん頑張ってる。僕たちは頑張れ頑張れってさ、一回ぐらいは僕も街頭演説応援は行きますけど、できるのはせいぜいそれだけ、数時間だけ応援できるのは。でも、彼らがいつも、低空飛行なんだけど、ギリギリ通るんですね。この間17票差で勝ってましたからね。はい。いつもヒヤヒヤ、勝てばいいんです。そうです。で、いい感じに乗ってきたなと。で、このままだと来年ね、4月の選挙終わったぐらいで、多分参政党地方議員は、このまま行けば3、400人になるでしょう。素晴らしいよ。ね、ありがとうございます。絶対通せよ。ありがとうございます。国会議員が一人で、ね、地方議員300人とかってこんなの過去にないですよ。そうでしょ、うん、これに対して今すごくいろんなところが危機感を覚えてるんです。まず他の政党がすごい危機感持ってますよね。だって国民が気づき始めてるからです。今まで通りやれなくなるからです、このままだと。とにかく足止めたいですよね。だからいろんな圧力かかってますよ。まあ皆さんに見えてるのは特定の妨害行為が見えてるかもしれない。でもあれだけじゃないんです。あれもその一つなんですよ、我々からすると。だからね、もうあれに対処しろ、対処しろっていっぱい僕にメールが来るんだけど、他にもいっぱいやることあるの、こっちは。はい。で、明らかにネガティブキャンペーンですから、そういったものに一個一個足を取られてたら、思うツボなんですよ。そのためにやってるんだから、こっちの足を止めるためにやってるんですよ。そう。だから我々はね、いや、それで、それを信じちゃって、削れていく人もいるでしょ。ね。だって情報が十分にないから。でもね、それはもう僕は古事記を思い出すんですよ。ね。イザナギとイザナミが分かれるときに、イザナミの御事はね、旦那が自分のことを裏切ってね、悔しいから人間毎日1000人殺すって言ったわけですよ。そしたら、イザナギは何て言ったかというと、じゃあこっちは毎日1500人生み出すって言ったわけですよ。そうでしょ？だからもし、誹謗中傷で党員が減るんだったら、その倍の数党員を増やす！日本人はね、1億2000万人もいるんですよ。まだまだ参政党のことなんか知らない。ほんの 10% ぐらいです。10% いないかもしれない。数パーセントぐらいしかいないですよ。参政党のこと知ってる人たちは。だから我々は、とにかく、そんな足を引っ張る人たちに労力をかけるぐらいだったら、今ではまだ参政党を知らない人たちに、こういった話をしっかり届けることが先決なんです。それをしっかりやらないといけない。本来マスコミがもっと取り上げてくれればいいけれど、マスコミにとっても僕たちは都合が悪いことを言っているから。マスコミもお金で動いてるからですよ。一人一人の記者の方とか、ね、お話しするといい方多い。皆さん優秀です。けれど、そうなんですよね、と。参政党さん言ってることわかるんだけど、そのまま記事にはできないんですって言ってくれる。してほしいけどね。だから私たちは、自分たちで、こうやって皆さんと会って、まあインターネットも通じてね、訴えていくしかないんです。で、我々インターネットの発信が上手だから、ね、結構うまくいっているから、インターネットで誹謗中傷するんですよね。わかりやすいじゃないですか。でも、これから、もっと誹謗中傷大きくなりますよ。もっと大きくなります。でもね、それで、たとえ僕が議員辞めちゃったとか、ね、ボードメンバーが辞めたとか、そんなことがあったとしても、皆さんそれでショックを受ける必要はありません。だって、参政党主人公は、神谷総平でもなければ、山本雄平でもないんです。国民の皆さん一人一人に主人公になってほしいから、ここに立ってる人がいなくなっても気にすることはない。
どうぞ。最初から先に走る、僕は言ってましたから、ずっと選挙の時から最初に走って目立つ人間から潰されていくんですよ、順番に。でも次から次に出てくることが大事なの。そしてこれはもう潰せないなっていうところまで行った時に何かが変わるんですよ。それを一緒にやってもらうのが山本雄平です。いいですか？わかるわ。そう、僕はたまたま政治に入る、政治の世界に入るのが早かった。そしてたまたま参政党というものを作ろうと声掛けをした、ね、でたまたまだというか、まあ皆さんのおかげで参議院になっちゃったね。ので集中して避難来るわけですよ。もうこれがいっぱい来るでしょ。ね。ね、あることないこと言って、過去のね、あれとか全部持ち出してきて、ああだこうだ、ああだこうだと、僕のこと知らない人たちに、とにかくネガティブなイメージを与えたいんです。でもいいんですよ。無名、悪名は無名に勝るから、神はそういう知名度は上がっています。はい。ツイッターのフォロワーはどんどん増えています。ネガキャンする人たちもね、一生懸命やってもらったら、その分神はそれの知名度上がるんで、いいですよ。はい。そういうつもりで最初からやってるんだから、右往左往する必要はない。ね。だから心配に思ってね、いろいろ連絡してくださる方もいらっしゃるけど、大丈夫。大丈夫。ね。想定外のことになってないから。そうやって、皆さんに、どんどんと、ね、そういう攻撃も受けながらだけど、情報を発信していきます。だから皆さんは我々の情報を受け取って考えてください。たまに間違うこともある、僕も。数字で間違ってたこともあるんですよ。それはね、もっと訂正していかないといけないし。で、吉野さんとか武田さんとか結構エッチの聞いたこと言うから、切り取られると誤解を生む。ね。そういうこともあります。でも、切り取りはそれは僕のでもありますよ。僕、この間ね、選挙のちゃんと組織を作って、創価学会みたいにちゃんと評味できるね、そういう強い政治組織を作らなきゃいけないって言ったら、賛成とは創価学会になるんだって言うんです。まあ、あれはちょっと僕がですね、不用意だったかもしれないけれど、言ってることはそうじゃないんですよ。創価学会を目指すんじゃなくて、のような、ちゃんと計算してできるね、票が読める、そういう組織を作っていかないと、山本雄平さんなんかですね、名簿も何もないわけだから、一か八かの選挙なんですよ、今回も。落ちるか通るか僕らは本当にわかりません。もう今回9連勝してるけど、毎回そうなの。毎週僕は日曜日の夕方になると胃が痛くなる。今日は大丈夫かと。連勝記録が止まるんじゃないかと。ね。いうふうになるけど、でも、そうやって少しずつ積み上げて、ここまで来て、これを、あと来年つなげればですね、来年衆議院選挙がおそらくあるから、そしたら、衆議院が登場するはずです。一番今のところ得票してるのは関西。そして2番手が、この九州と東海なんですよ。そういった状態なので、だから特にこういう重点地域にはですね、山本さんのような地方議員がたくさん立っていただいて、皆さんの先頭に立って一緒に政治をやってもらいたいんですね。そういう思いで僕たちは全国回って応援してます。最初の、最後の今週の土曜日ですよね。には、うちの代表の松田マウと、それから、うちの本当に一番精神的に強く人格の優れた赤い意味が来ますんで。はい。ぜひ皆さんその時も話を聞いてください。僕とは全然カラーが違う二人で。はい。また違った話が聞けると思います。じゃあ、参政党応援したら、ね、山本さんを幽閉したら、山本幽閉さんを応援したら、幽閉したらダメですよ。ごめんなさい。すいません。山本さんを応援したら、何が変わるかということですね。どういったことやってくれるんですかと。不屈のことはもう山本さんおっしゃった通りです。で、その声が集まって大きな国の政策になるんですよ。で、我々が力入れているのは、教育と食と健康と国の守りです。で、もうそれに沿った政策、山本さん言ってくれてるからあんまり言う必要もないんだけれど、教育は、とにかく、いろんなフリースクールとかあるでしょ、おそらく福津市にも。そういった多様な教育体系を作っていくっていうことなんですよ。そして、いろんな、ね、まあ、フリースクールは僕は現代の寺小屋だと思ってるんですけど、そういったところで、子供の個性に合った環境を作って、いろんな子供たちをそのまま社会に送り出していくってことです。今の日本の教育は管理教育だから、みんな型にはめちゃって、型にはまらない子は発達障害とか言ってるんですよ。
ね、身体障害わかりますよ、体あれだから。けど、落ち着きがないとか、ちょっと大人しすぎるとか、それ病気ですか？違いますよ。僕なんかそんなの小学生だったら間違いなく発達障害ですよ。落ち着きがないから。全国飛び回ってるんですから。もう完全な多動性ですよね。多動ですよ、そりゃ。でもそんな人間だからいろんなこと思いついて、いろんなことやるんですよ。どうでしょう？それも一つの個性じゃないですか？ね。で、そういういろんな子供たち、受け入れる場所を作り、そして子供たちに伝えることは、勉強しなさいとか、お金稼ぎなさい、じゃなくて、鬼滅の刃の煉獄さんのお母さんが言ったみたいに、あなたが持ってるその力を、世の中のためや、困ってる人のために使ってねですよ。そう。昔は当たり前にやってたんです、こんなこと。でしょ？ね。ね、もう少しそれを補強するんだったら、いや、この福岡にはこういう立派な人がいてね。福津の町はこういう人たちが頑張って作ってくれたからね。そういう思いの人たちが積み上げた社会の上にあなたは生きてるから、あなたもその先輩たちの思いを受けて頑張ってね。お父さんもお母さんもそういう思いを持って頑張って仕事してるのよって。これだけですよ。この思いを10歳ぐらいまでにバシッと子供たちに教えといてほしいんです。そしたら、その子たちは自分たちの個性を生かしてやりますから。それがそんなこと一切教えずに、勉強して、いい学校行きなさい。ね、人を蹴落としてでも、競争に勝ちなさい。そんなこと言ってたら、勝ち上がった人間は、勝ったのは俺のおかげだと。俺が頑張ったから、私が頑張ったから、勝ち上がったんだから、その力を自分のために使いますよね。日本の政治の世界とか見てても、ね。あと、医者でもいいですよ。弁護士でもいいですよ。米山さん、ありがとうございます。そういった、ね。自分が良くなりたい人たちがいっぱいいるんじゃないですか？僕は今回のでそれがかなり表に出たと思いますよ。読みました？週刊新潮とか。別に新潮の僕回しもじゃないけど。うちまさかの新潮に叩かれますけど。まあ、さあ置いといて。あれ読んだら、ねえ、一つ取ったっておかしな事実があることは絶対中核にいる人たちは知ってるんですよ。でも言わないの。なんで？言えない理由がなんかあるんでしょ？言うと自分たちが不利益こぶるんでしょ？じゃあ自分守ってんじゃないですか？いや、それは聞くよって話してもいいですよ。やっぱりずって。けど、マイナス面もあるよって教えてあげてくださいよ、ちゃんと。その上で判断すればいいじゃないですか。僕らずっと言ってんのに、マイナスのこと言うと YouTube をバッされるんですよ。陰謀論とか言われるんですよ。だから最近ね、僕たちを叩く人たちは、のことはもう言わないんですよね。昔は賛成党は反だからとか言ってたけど、最近反って言えなくなってきたんですよね。情報が出てきたから。だから違うところでどんどんどん叩くじゃないですか。わかりやすすぎるわ。ねえ、賛成と反だと。ねえ、のマイナス面ばっかり言ってるって言って叩いてくださいよ、今。そしたらね、いずれあと半年もすれば、ね、賛成党が言ってたことが正しかったよねってなると困るんじゃないんですか、彼らは。でしょ？だから論点すり替えて違うところで叩くんでしょ？最初からハッ団体言ってたんだからずっとハッ団体でちゃんと言ってくださいよ。ね？別に僕らハッじゃないですよ。ちゃんと情報公開をして、ね、その上で自分の判断で打ちましょうですよ。それをずっと徹底してた。で、子供たちにはそもそもハッでリスクがほぼないんだから、リスクがちょっとでもあるものは疑わさない方がいいですよって言ってきただけ。で、これが教育現場にも入ってないんです。だから教育でやることは、ちゃんと、ね、子供たちに心を作って、ね、選択肢を与えて、で、正しい情報をちゃんと与えて管理しないっていうことですよ。過度にね。ね、しつけぐらいのことは大事だと思う。けど、過度に管理して人間を枠にはめて、何も考えない、何も挑戦しない、ただ言われたことだけやって、周りの空気見て、周りに合わせて生きていくだけの日本人だったら、絶対日本は再興できない。でしょ？それを僕たちは国であります。僕は国会議員だから。福津では山本雄平がやります。頑張って、頑張って。で、次は食ですよね。食。もうこれはね、我々もね、もう今度もっとどんどん立ち上げていきたい。これをね、キャッチフレーズにしていきたい。食料自給率を 100% にしましょう。
これは国防にもつながるからです。 100% がいきなり無理だったら少なくとも今の倍の 80% ぐらいにしましょうよね。なんか有事があっても少なくとも国民が食べるものは国内で生産できますってしたらいいじゃないですかね。そしたら食料作るのは地方でしょ。このまま今食をほっといていい加減にやっておいてお金払えば買えますなんてやってたらもう農家もね、漁師さんも潰れちゃう。後継いなくなっちゃう。いなくなってからわーわー言ったってしょうがない。作れなくなってね、ね、もう農業、今まで通りの農業生産とか魚取れないからね、全部培養で作るんですか。試験管で培養肉ってもうすぐ作できるんですよ。培養肉細胞分裂させて試験管で肉を作るんです。試験管っていうともあれですけど培養液の中でそれが法案になりますよ。そのうちもう議連もできましたから、そういうことは進んでるんです。培養肉 3D プリンターとかで肉作ったりするんですよ。それはまだ培養肉ではないけど、それ人工肉ですよ。人工肉をどん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 政府は進めます。 100% 進めます。嫌でしょ。だから今のうちに嫌だって言っとかないとダメですよ、ちゃんと。そしてそれを進めてるのは自民党と公明党中心ですからね。それも覚えておいてください。給食にはコオロギが出ますよ。絶対嫌だ。コオロギこの間食べたけどね、ちょっと美味しかった。趣味で、まあ、珍味として食べるのはいいでしょ。でも食べ物がないからコオロギとか、コオロギのままでいいですよ。そのうちもうここになりますよ。繁殖力が強いからね。だからそういうことが進んでるんですって、本当に。だから僕たちはよくね、それがなんかグローバル勢力だとかなんだかんだ言うけど、本当にそういうことを議論してる人たちがいるんですよ。でアジェンダって作ってんですよ、こういうふうにしましょうって。でそれ公になってるのに日本のメディアが一切言わないから、で言わずにこっそり法律とかね、議連とか作って進めていくんですよ、国民の見えないところで。でそれが今ね、注目の産業だとね、国民の命を救うんだとか言ってるわけですよ。だからちょっと待ってほしいと言いたいですね。待ってほしいです。今の農業とか漁業とかをしっかり応援した上で、それでも足りないから人工肉だとかコオロギだって言ったら100歩譲ってわかりますよ。なんで今生産者を応援しないで逆に潰すようなことやっといてね、こっちを進めるんですか、人工肉とかを。完全に切り替えたいからじゃないの。人工肉を作るのは企業ですよ。そうでしょ。しかもそれがグローバルな日本の企業じゃない企業だったらどうするんですか。我々は胃袋を外国資本に握られることになるんです。せっかく先祖代々受け継いできた土地があるのに、綺麗な海があるのに、その資源を生かすことができなくなり、そして外国資本に胃袋を握られてもいいんですか。嫌でしょ。僕たちが警告しているのはそういうことなんですよ。これ胃袋でも何でもなくて世界で進んでる事実なんです。それを言いたいだけ。だから吉野さんとかは小麦を食べるのを減らして米を食べましょうって言うから、僕もその通りだって言ってるんですよ。米は作れるからですよ、日本で。作れる米を日本人はもっと食べましょうよ。ね。で、これ言うとね、小麦屋さん、小麦を使ってるパン屋さんや麺屋さんが怒るって言うんだけど、それも小麦粉で作るように切り替えていけばいいじゃないですか、補助金とか出して。米で作れるんだから、食感の近いものは。で、小麦だって日本で作ればいいじゃないですか。それで国産の小麦で作れるもう範囲でやればいいじゃないですか。ね。そういうことを言ってるだけなんですよ。その一部を切り取って、変なこと言ってるとか、小麦を食べるなとか言ってるとか、ね。そういうことを言う人たちがいるけど、別に僕たちはそれをね、全部ダメだって言ってるんじゃないんです。そういったことを、ぜひ、福津市でもやってください。せめてこれはもうどこ全国そうだけど、子供の学校給食ぐらいね、全部米にしたらいいじゃないですか。ね。福岡県の子供たちの給食は福岡県産に全部変えるとかね、そういうふうに自分でね、自分たちで作ったものを子供たちに食べさせてあげる。ね。で、なるべく農薬とか肥料とかの少ない、いいものを子供たちに提供する。それやるだけでも、相当子供たち変わりますよ。食べ物で。
そういったことを我々は国でやりますから、国で訴えますから、ね、地元、普通では山本さんにそれをお願いしたい。そう思っています。このね、連携が必要なんですよ。いきなり国って変わらないんです。大きいから。713人もいるんですよ、国会議員。こっちは一人。ね。それでね、賛成とかできたのに何も変わらない、何も変わらないって言われてもですね。変えられないよ、一人じゃ。だから今一生懸命仲間を増やそうと思って、全国を回って応援してるんです。で、それがうまくいってるから、防衛が来てるんです。それだけのことなんですよ、皆さん。それを理解してください。でも、もっと言えば、その裏がありますよね。妨害するっていうことは、それだけ賛成党が大きくなったら困るってことでしょ？ねえ。で、僕たちは皆さんをもっとリッチにしたいんですよ。裕福にしたいんですよ。所得を3倍ぐらいに上げたいわけです。ありがとう。ねえ。を減らしたいんです。税金を下げたいんです。ね。税金下げて所得が、可処分所得が増えて、健康になったら皆さん幸せじゃないですか？そうです。それが幸せだ。そう。それをやりたいって言ってるのに邪魔するんですよ。ってことは、それをやりたくない人たちが一定数以上いるってことじゃないですか。っていうか、日本の政治はそっちに向かってるんじゃないんですか、皆さん。気づかないぞ。それをね、ぜひ、みんなで止めましょうよ。それが僕らの言ってる国守りです。国守りの一は情報戦です。今、だから僕たちは、妨害を受けてるってことは、情報戦でやられてるってことですよ。攻撃を受けてるってことです。だから我々はそれに対してカウンターで情報戦を頑張らないといけない。そして、情報で騙されないようになったら、次は経済をしっかり回して、みんなの所得がちゃんと外に出ていかないように、福岡県民のお金がね、ちゃんと福岡県内で回るような仕組みを作る。福津市民のお金が福津市内でなるべく回るようにする。そういう仕組みを考えるっていうことで。ね。で、ましてや、外国資本に土地も買われちゃいけないけど、企業も買われちゃダメですよ。経営者が外国人になったら、皆さんはその思惑にとって動かないといけなくなるから。でしょ？どん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 日本の政治家が決めてないことが外から入ってきて、それによって我々の国のルールが変わることになるんですよ。外国が入ってくるっていうことは。でしょ？そういった状態を作って、あとは、みんなが情報でも騙されないようになった。経済もしっかりと回るようになって、外国に依存しなくてもよくなったと。あとは、それこそ軍事力をきちっと持って、ね。相手に脅されないようにすることですよ。暴力で。我々はもうそんな侵略とかする気ないでしょ、皆さん。もともとしてないけど。ね。侵略したいなんて思う国民じゃないじゃないですか。ただ、この島国で安心して暮らせれば、もっと海外に領土欲しいとか、もっと資源をね、自分たちでもう分取りたいとか、ないじゃないですか、そんな欲求が。だからこの島をちゃんと守ればいいんですよ。6000の島を。それの防御体制を作ればいいだけなんです、我々は。ですよね。その方法をみんなで考えましょうよ。国を守るっていうことはそういうことです。ね、要は、相手方は何を考えてるかっていうと、別に日本の島は欲しいというよりも、まあ水は欲しいかもしれないけど、日本は。水がたくさん、いい水があるから。違うんですよ。日本と戦いたい人たち、日本、何を得たいか。それは、我々を労働力として使いたいわけですよ。日本の技術が欲しいわけですよ。日本人をコントロールして上前跳ねたいわけですよ。そうでしょ？だから、戦争なんかしなくても、その武力戦争なんかしなくても、経済乗っ取られたら終わりなの。情報操作されて騙されて誘導されたら終わりなんですよ。これは地方も福津市も日本の国全体も一緒のこと、同じことです。我々ができる国守りは、ね、嘘の情報とか都合のいい情報に騙されて誘導されないこと。ね。その上で、ちゃんと自分たちの中でお金を回して経済を大きくし、ね。で、国民同士で助け合いながら、いろんなことが日本だけでできるようにしておくことです。さっきの食料もそう。医療もそう。ね。ものづくりもそうです。ね。半導体なんかも、ね。台湾は僕は嫌いじゃない。台湾友好国だから、長くすればいいんだけど、でも台湾の会社にね、半導体作ってもらってる人はダメなんですよ。自分たちで作らないと。ね。昔の日本なんて、明治維新の時何も作れなかったから、どんどん海外の技術を入れて、自前で全部作れるようにしたでしょ？なんで明治の人たちができたことを我々はやらないの？
なんでどん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 外国に頼るの？ただ全部この1億2000万人もいて、ね、技術もあって、ね、学問を収めた人もたくさんいるこの国で全部自前で回せるようにしたらいいじゃないですか。そう。でもそれは、もう一回話戻しますよ。それは地域の教育から始まるんです。複数の子供たちにそういうことを皆さんが訴えてくれないと。日本がちゃんと自立して循環型で自分たちで1億2000万人で国が回せるようにしたい。そのためにあなたはそのチームの一員だから、あなたができることを考えてって。ね。だから日本にこれが足りないと思うんだったら、あなたがそこに行ってできるようにしてあげてって。みんなが同じように勉強してサラリーマンになっててダメなんですよ。ものづくりも大事、農業も大事、ね。大工さんも大事、工事する人たちも大事、ね。みんなで支え合ってこの国をここまで回してきたんだから、それが今崩れようとしてる段階で、自分のことだけ考えちゃダメです、皆さん。それを、地域地域でやっていきましょう。ね。して1700自治体がある。それぞれの自治体がちゃんとそういった形で自立をしつつ、ね、子供たちの教育をしっかりやって、で、子供たちにいいもんちゃんと食べさせて、ね、地域が自立していけば、国全体が必ず豊かになります。もう、今の日本政府に頼っていても、日本の未来は僕はないと思う。だから、もう一回民主主義がまだ日本に根付いてるんだったら、ね、まだ滅んでないんだったら、もう一回、皆さんが自分たちで政治をやらないとダメですよ。政治に参加しないとダメですよ。この不屈でそれを促していって引っ張っていくのが山本雄平です。参政党の地方議員になるっていうのはそういうことなんです。ただただね、政策訴えて一個実績作って次の4年後の選挙通りゃいいやとか、そんなんだったらもう山本さんには次やめてもらわないといけない。ちゃんと、だから他の政党に厳しいんですよ、参政党は。議員への要求が。でもそれは同時に山本さん一人でできることじゃないから、皆さんに力を貸してもらいたいんです。皆さん絶対できることあるから、一人一人が。皆さんのできることで、山本さんに知恵とか力とかを貸してあげてください。そして山本さんは、そういった皆さんの純粋な思いをしっかり受け止めて、皆さんの気持ちを裏切らないように、4年間頑張ってください。選挙っていうのはね、そういう皆さんと思いと候補者の思いがしっかりと確認し合う場にしないといけないんですよ。ただただ応援してください、一票入れてくださいじゃダメなんですよ。私はこれをやる、俺たちも私たちもこれをやる、みんなで一緒にやろうねと言って合意ができたチームがね、いい政治家を生んでいくんです。彼まだ30代ですね。8年10年と育ててもらえばきっと、マッチョリーダーになりますよ。若いから。ね。10年後、いいリーダーが街にいるかいないかは、皆さんの生活を変えますよ。マッチョリーダーはすごく大事。ね。だから、いいリーダーがいないじゃなくて、いいリーダーを育ててこなかった街が悪いんだから、皆さんの力で、山本雄平を、福津市のいいリーダーとして育ててください。それが、私からのお願いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。神谷さんおっしゃるように、皆さんと一緒にこの福津市を良くしていきたい。共に勉強し、素晴らしい街にもっともっと変えていきたい。今でも素晴らしい街だと思います。でもできることはたくさんあります。それを皆さんと一緒にぜひさせてください。よろしくお願いいたします。では、いつものやつやりたいと思います。では行きます。せーの、1、2、3、成功！ありがとうございました。